だから悩んでる。あんたがいてくれれば。俺だってお前といたいよ。だからもっと俺のことも頼ってよ。抱きしめて。アンジェンテ、今日も明日も君と。あれからなんとなく気まずい。もう一度謝ってみたものの、ごめん。気にしてないよ。これ以上言うのもヤブヘビっぽいし、なんかしねえと、やっぱ会うのが一番だよな。そういう時に限って。キリノ、今週土日出られるか？繁忙期。大丈夫です。悪いな、代休取っていいから。落ち着いてからだけど。来週は武藤、頼むな。へい。今週の土日仕事になった。来週は焼肉行こうぜっと。ちょっと空くけど、来週末には会うぞ。翌週。すまん、金の飛び込みの案件が入ってな。今週の土日も頼む。はい。焼肉行こうぜ。いいよ。焼肉。連絡しずれ。ごめん、今週末も仕事入った。焼肉はまた今度に。わかった。反応うっす。いや、だいたいいつもこんなもんだけど、この人。でもなんか今の状況でこの反応されるのつらっ。なんかこの流れやばくないか。久々に飲もうって誘ってきたと思ったら暗い顔して。年下の恋人とうまくいってないの？なんというか、見て見ぬふりをしていたことがついに来たっていうか。ん？向こうはまだ21歳で、これからどんどん社会とつながっていろんな人と出会っていくわけで、俺邪魔なんじゃないのかなって。うーわ、相変わらずネガティブ。しょうがないだろ。俺と付き合ってなきゃ、彼女作って結婚して子供もできたりして、そういう普通の幸せみたいな人生もあるのにって考えちゃうよ。多分あいつはそういうのに憧れてるから。俺じゃ与えてやれない。でも千尋は彼のこと好きなんだろう？だから悩んでる。なら話し合えよ。一人で考えてもしょうがないだろう。こんなめめしいこと言えないよ。俺は5つも年上なんだし。なんだよその意地。それに今アキラは忙しくて、なかなか話をするタイミングがないから。仕事終わるのも日付変わるくらいだし、最近は土日も出てるし。それは大変だな。今日だって仕事、代休はあるみたいだけど。そんな時にこんな話されたくないだろ。そりゃあまあ。つうか仕事で忙しいとか言いながら女の子と会ってたりして、なんて。それはないよ。即答と思う。多分。ああ悪い、意地悪いった。大丈夫だって。ちゃんと
信じてるんだな、その子のこと。そんなに好きなら諦めるようなこと考えるなよ。それじゃ向こうもかわいそうだろう。え？ちょっとトイレ行ってくる。ああ。不器用なやつ。千尋の彼氏かな。もしもし千尋さん、今日仕事早めに上がったからさ、今から行っていい？あー、千尋のやつ酔いつぶれちゃってさ。悪いんだけど迎えに来てくれるかな。え、あんた誰？お店の住所送っとくからよろしく。はあ、誰だよ。ただいま。おかえり。はあ、なんで俺女じゃないんだろう。女になりたいわけ？そうじゃないけど、俺が女だったら今の悩み全部解決すんのかなって。男と女だって悩みはあるだろう。な、単純じゃねえだろうよ。うん、そうだよな。直樹んとこはうまくいってる？まあ一応ね。ん？ね、何？なんでここに？俺が呼んだ。はあ？どうやって？お前、仕事は？早く終わったからあんたに会おうと思って。つうか、この人誰？別に疑ってるわけじゃねえけど、俺と会えない間に男と二人で飲むなんて。俺のいとこ。ああ、いとこ。島直樹です。千尋がお世話になってます。あと既婚者です。俺がゲイだって唯一知ってる身内だよ。へえ。たまに飲みながら相談されたりするんだよね。相談？俺には何も言わねえくせに。お前に言うほどのことじゃない話だよ。なんだよそれ、勝手に決めんなよ。大したことじゃないって言ってんの。大したことねえのにわざわざ会って相談すんのかよ。酒飲みながら愚痴ってるだけだろ。何突っかかってるんだよ。愚痴っつったな。言いたいことあんならいやいいじゃん。こんなとこでコソコソしてないで。コソコソ？別にやましいことなんてしてないだろ。何をそんなに。あー、はいはい、お店で騒ぐのはやめようね。タクシー呼んどいたから。部屋汚っ。最近忙しかったから。俺はさ、アキラが別れたいならいつでも別れるから。何？何言ってんの？お前のこと縛りたくない。急に何変なこと。さっきの人とそんな話してたのかよ。急じゃない。ずっと考えてた。俺はお前に何も与えてやれないだろ。
女じゃないから結婚もできないし子供も作れない。周りにだって堂々と言えない。いつか絶対お前の邪魔になる。女がいいなんて思ってねえって。つうかやっぱ気にしてんじゃん。気にするよ。これから先何度だって周りと違うって気づかされる。俺のせいでそう思うんだ。千尋さんのせいだなんて思わないよ。お前にはちゃんと幸せになってほしいんだよ。なんだよそれ。俺の幸せが何か知ってんのかよ。結婚とか子供とかそんなのなくても俺は不幸なんかじゃねえよ。あんたがいてくれれば。一度も邪魔だなんて思ったことねえよ。あんたとだから一緒にいたいのに。なんでわかんねえんだよ。俺の幸せのためとか言って本当は別れたいだけなんじゃねえの。俺のことが嫌になったんならはっきりそう言えよ。その方がよっぽど。違う、そうじゃない。俺だってお前といたいよ。じゃあ別れない。俺のこと好きならあんなわけわからん理由じゃ別れない。人の悩みをわけわからんって言うな。俺さもう21なんだよ。働いて一人暮らしして自立してるつもりだよ。自分で決めてあんたといるんだ。年の差は埋まらないけどもう子供じゃねえよ。だからもっと俺のことも頼ってよ。黙って抱えないで言いたいことを言ってくれよ。不満があるなら愚痴っていいし、もっとわがまま言ったり甘えたりしてよ。じゃあ、抱きしめて。甘え、これが甘えなのか。顔は、キスも。あと高校には行くな。え？今度誘われても行くなよ。いや、行かんけど。なんだよ、気にしてたんじゃん。笑うな、本気だからな。わかった、絶対行かない。頭のどこかでいつか手放す時が来るんだろうと思っていた。理由をつけてへりくつをこねて、その時が来ても平気でいられるように。俺はまた逃げてたんだ。なんか今日やたらキスしたがるね。いいけど、本当はいつもしたかったよ。言ってよ。今言っただろ。うん。
そういうのもっと聞かせて。何？おはよう。カメラ買ったのか？うん、最近見せる暇なかったから初お披露目。奮発した。へえ。勝手に撮るなよ。ハメ撮りじゃないんだし、いいじゃん。ハメ？それとも撮らせてくれる？ハメ撮りなんて。お前も撮らせてくれるならいいよ。マジ？冗談に決まってるだろ。おい、一瞬期待したじゃん。なんだよもう。するなよ。言って、ブーブー。もう逃げない。そういえばお前、仕事は？日曜だけど。の、ああ、半休もらったから午後出。ああ、やっべ！せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったら、チャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。今日も明日も君とは全国の書店・電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。